ボキャブラリーもいっぱい教えてくれて、今50個ぐらい話せます。すっちゃねんとか、大抵とか、惚れてもたとか、儲かりまっかとか、そんなんも知ってんねんで。あ、今日ね、ちょっとね、疑問を言いたいんやけど、こないだね、結婚式と披露宴にね、お父ちゃんとお母ちゃんに連れられて行ったんよ。ほんだらね、そのね、すっごい都会の真ん中のな、立派な立派なホテルの結婚式場やねんけど、表の看板にね、何々家、何々家、結婚式とか書いてあんのよ。日本では家と家が結婚するんや思って、不思議に思って聞いたら、なんかこんなん書くところが多いんやって。でね、葬式も一緒なんよ。こないだね、葬式場の前通ったらね、何々家告別式、何々家告別式式場って書いてあんのよ。日本では家が死ぬんや、人間じゃなくて家が死ぬんや思って、不思議な思ってね、ようよう聞いたら、どうもそんな慣習があるらしいねんな。でね、もっと驚いたんはね、お墓参りにね、こないだね、お父ちゃんお母ちゃんが連れて行ってくれてね、そのね、墓地いうの、お墓がいっぱいあんの。他のいろいろな墓見て回ってたら、何々家の墓とか、何々家先祖代々の墓とか、そんなん書いてる墓の石がいっぱいあってね、びっくりして、この国では家が死ぬんや、人じゃなくて家が死ぬんや、家の墓って絶対やなって思って、おかしいなぁと思って帰ってからお父ちゃんお母ちゃんに聞いたら、なんと70年くらい前に家という制度があったらしいねんな。でね、もうそんなんなくなってね、70数年も経つらしいねん。せやのにな、いまだにな、何々家っちゅうのは残ってんねて、風俗習慣で言うのかな、こんなんてなかなか人の意識から消えへんねえな、絶対やなと、ほんまに不思議に思ってね、あんねずっと考えてたんよ。でね、テレビまた見てたら、テレビで有名なね、いっぱいお金儲けしてるようなね、歌手とか女優さん、女の人がね、夫さんのことをね、あのね、ご主人って言うてんのよ。主人はなんぼ金儲けとかいっぱいしてるのは奥さんであっても、この奥さんっていうのもおかしいんやけど、妻であっても夫のことご主人って言うなよね。主人に、別に主人とちゃうと思うねんけど、同じ立場で結婚したと思うねんけどな、これもわからんこと、おかしいね。なんかどうもピンときへんのよね。なんでこんな長いこと家言うんやろ。不思議やわ、ほんま不思議やわ。不思議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 。日本って不思議。